へいよー、明けのつむしゅーです。今日もねくれやっていくんですけども、バランス調整が来たといったところで、俺の一押しのキャラクターゴブジャイ使っていこうと思います。こちらね、見てください。 HP が11ゲームで3336なんですけど、3336ってなんとキョスケと同じぐらいなんですよ。はい、ちょっとキョスケの方が多いんですけど、キョスケと同じぐらいの HP に加え、上からヤギゴブが2体出てくっていったところで、かなりですね強いです、ゴブジャイ。なんかもう硬い、明らかに硬いので、こいつをね使っていこうと思います。ということで愛を注ぎましょうか。今ねエリートワイルドカードが36万あるんで、愛を注いであげましょう。別にこれは何だろう、なんか好きだから、うん、好きだからエリートにしとく。このなんか見た目が可愛くない？エリートっつって、あ、レベル56になった、ありがとう。え、これ何もらえるの、これめっちゃ開けれる。ああ、なるほど。ということでやっていきましょう。ゴブジャイ PP でまずは1戦目いきましょう。ちょっとね自作デッキも作ったんで、それも後で使っていこうかな。さあよろしく。まずは、進化カードチャンピオンなしのシンプルなスゴブジャイでいきましょう。スゴブジャイ、相手はウォールブレーカー。なるほど。ゴブジャイ受けしてやってもいいが、メガナイトボールとかっぽいよね、めちゃめちゃ。ゴブジャイと組むさ、チャンピオン進化カード結構難しいよね。なるほど、これはこうして、で後ろはこれで受ける。でこっち両サイ、ザップでオラつけ、オッケー、ナイス。よしよしよし、今のザップね、まあクローク、まあ打ちたいところでのあのキャンセル的なあれとプリン鮮明といろいろ混ざってました。これゴブジャイで受けよっか、これ一回。結構あぞってそうだぞ。さあ来ました、ゴブジャイ受け。こういうのも強い。でザップも切ったんで、おら、いけ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 。まあ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 、冗談ですやん、冗談出すやんと。勝てそうだね、これは。いい感じにダクプリでドリル受けながら持っていきたい。そうだな、まあこっち攻めとくか。両サイドね結構落としときたい。ファイボでダクプリはドリルに使いたい。よー、強い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 、めっちゃいい。いやー、これなんすよね、コウモリをね無力化する。からの、ああ来た、メガナイト。いやー、これギャングまで即追加でよかったな。まあザップが来ますよねと。もう一回いけんじゃね。で、ああ強いね、ゴブジャイが。まあ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 硬くなってます、相当硬くなってもうと思います、これ。うん、次行きましょう。次もう一回ゴブジャイ PP 使って、その後ちょっと俺のもうゴブジャイの周りに強いカード詰め込んだオリジナルデーキがあるんで、ちょっとそっちのも試していきたい。いや、今のゴブジャイ強いからこういうデッキも成り立つんじゃねみたいなやつをちゃんとやっていきたいんだよね。まあでも一番はスパーキーなんだけどね、もう枯渇がマジで多いから。でこのゴブジャイ BP も枯渇に対してめっちゃ強いってわけじゃないんだよね。まあスキラとかに対しては強いんだけど、これを考えるとっていう感じなんだけど、だそういう他のね枯渇とかに勝てるようなゴブジャイを開発
いいぞ、ゴブジェ硬いぞ。トルネまで探せました。今までのゴブジェだったらトルネあれだったもんね、使わせれなかったでしょう。まあこれは墓石でしょう。オッケーオッケー。そうだな、まあ欠落プリしてゴブジャイ、まあ逆サイ短期攻めでもマジでよかったけどな。後ろから行きましょう。オッケーオッケーオッケー。アイスウィズベビードラ、はい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 、いくぞー、いけ、勝ってるぞこのゴブジェイ。さあ残ってる残ってる残ってる、そして最後に出てきますからまたゴブリンが。いやこれマジね、ゴブジェイずっと使ってたからマジでわかる、このゲージの減り具合本当に感謝。さあそしてこっからまあもうつけちゃっていいな、これな、つけちゃって、おー相手はなるほどね、まあこんな感じでプリンスてかナイトからも守っていくと。そしてゴブジェイがもうゴブゴブぶっ刺してますよと。さあグッドゲームと。いやー強い、まあジャイにより近づいたね本当に。さあということでゴブジェイ PP こんな感じなんだけど、ちょっと俺のね発明したデッキ、はい、どう、あのまあ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 、なんか進化ナイトよりも進化ババのがいいかなっていう高回転ジャイディガー的なノリのヤーツのなんかいっぱいいっぱいあれ用意しました。はい、弱そうでしょ、うん、ただいいんだよこういう俺が考えた最強のデッキみたいなやつで楽しむのも忘れちゃいけない、忘れちゃいけねえんだ。チャンピオンもふんだんに入れました、ふんだんにゴブジャイにぶち込みました。このディガーなんかさ、いい感じになってくんないかな。いいか。はい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 。ギャング。お、メガナイトコガツみたいな。文句やばいな、それ。それはいける。ここ。あ、アチャケが処理された。ってなったらこのババとんでもない、とんでもないババになりましたこれ。ただなんか入ってる、いいよ。ケツゴブジャイから入ってみる、ケツゴブジャイから入ってみよう。なるほど、あちゃくいあれか、今スケでなんか左側寄ってったな。ああそれしてくるよね。頑張るゴブジェイ、頑張ってくれよ。進化ババでただタコ殴りにするデッキになってるわこれ。そんなことある、このデッキボツだな絶対。いやーやるならやるならジャイホリのって感じだけど、あれジャイじゃねえってよかったなこれ。って感じだな、どうしよう。レーザー着出して、はいはいはい。さあ HP どんくらい減ったのか見せていただこう。まあ確かに結構変わってはいそうだけど、変わってはいそうだけどっていう感じだったな。まあこれはしゃあないてか文句強いな、文句強いわ。でこのデッキあれかもしんない、文句に対してクソ弱いかもしんない。
オッケー、こっから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 行ったれ行ったれ行ったれ。これゴブジェじゃなくて進化幅が強いだけですか。なんかよくわかんないけど勝ったからええわこれ。ゴブジェイの強いデッキか。まあゴブジェイ PP っぽいよね。まあ一個ね試したいのがその進化ナイトを入れたい。うん、なんでかって、うん、あの変わりたてというか実装したてだから。いやゴブジェイ PP なんか今さやっぱ進化カードとかチャンピオンを、まあ、チャンピオンはどっちでもかもしれないけどさ入れるなら入れたいじゃん。デッキパワーを格上げするためにさっていうやっぱね望みがあるから俺には。ここに入れていきます。なるほど、これスキラっぽいね。これは、突っ込みすぎました。まあ、ただ、まあ、ないというんでね、多分突っ込みすぎても、いともたやすく守れるでしょう。OK。ギャングが優秀、ギャングが。いやー、でも、進化ないと多いな、思ったより。やっぱみんな使いたがってるな。やりごぶ出して。ザップで手で回しとくか。こういうのとかで攻めていこう。ナイト受け。こういうのをね、やっぱね、このゴブジェイ受けで回収できるのがめっちゃ強い。なんならヤギゴブも出していこう。さらにね。墓石出してくんのかな。おお、なるほど。でもザップでさアイスウィズ飛ばしてさみたいなやつはないですよね。こいつはプリンスで倒す。ごめんなさい、ごめんなさい、本当に。 OK、 カットしろ。いけ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 、いいよ。このカットしてる間のぶっ刺しダメです、ダメです。後ろからいくよ。これプリンス逆、待って、ダクプリじゃねえもんなこれな。いやあの墓石が強いな。あの墓石が強いわ。一応ね、ちょっと迷った。シュークラ処理、来ない。マファイブっとくか、これやばそうとちゃいます。これなんかこっち守る。でこのゴブジャイのね後ろのヤギゴブで守れますよと。さあここだ、墓石を破壊しようかな。そういうわけにはいかない。なんか使え。いやでもめっちゃゴブジャー入ったわ。いやいいよ、ナイスカツン。スケラと間違えてる。熱い。でもなんかプリンスがめっちゃ入ってっかんな。ファイボー、いろいろ使ったから。これでどうだ。
ああ受けが間に合ってる。いやーマジでさ、進化ないとちょっとやだな。ちょっと嫌やねんこれ。いやーだいぶ硬えな。カチカチが走ってるけど、まあゴブジャイの受け性能が高いんでなんとか勝てそうです。いやーこれが優秀なんだよねゴブジャイマジで。そしてたまに到達 GG と。これ今ねめっちゃゴブジャイのその受け出しからの強さがもろに出てた気がするわ。まあただナイトじゃなくてあれの方が強そう。ダクプリの方がさすがにこれは強そうな気はしてる。あれ使うかゴブスパ。ちょっとゴブスパ使おうぜ。でさあ進化カードをさあ、まあ、何かし入れたいんだよね。ロケット帽子を前は入れてたんだけど、うーんっていうね。ライトニングタルユキファイボーの方がさいいかなっていうね。そのあれもあって理由としてはね、その進化ババに対してマジで多分何もできないんだよね。そうだからどうしようかなというところ。メガゴかフェニー。まあフェニックスかなさすがに。いやー進化カードいうのないとか。スケ強化されたじゃんそういや。ちょっと入れてみっか面白そう。どこ飛ばそう。こうかな。え、ちょっとこれ面白そうなんやけど、スケそういや強化されてたわ。忘れた。ついでにここでちょっと2000ほど使って強かったら次回ちょっとスケの動画も作ろう。しゃあよろしく。ブイン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 。さあタルババから行きましょう。スケ。何も動いてこない。ゴレっていうことかな。アイスウィズ。スケラの可能性もあり。どっちだろう。ちょっと待つか。ケツゴブジャイ。まだゴレもスケラマンな。このゴブジャイほんと強いからね。おすすめです。もうちょっと前のがよかったか。ちょっとね、ここは間に合わないけど。まあ、一旦いいでしょうと。強気のスパーキーいきましょう、これ。OK。まあ、これもう一発撃つでしょう、あそこに対して。で、このスパーキーをどうするか。ああ、それ切るんだったらいっちゃおうかな。よさあ。これねか。まあでも、使わせたと考えましょう。今、スケに。スケに明らかに使わせました。OK。いや、今のスケ良かったな。てか、やっぱね、スケはこの進化回数が絶対にいいと思うわ。そしたら今度こっち側スパーキー出して。OK。後ろからゴブジャイで回収しながら歩いてく。素晴らしいよ。墓石破壊色よ。なんか来い。なんかナイトが来た。マジやっぱナイト限界突破多いね。うん、パス買う気になるんかな。ナイトはさすがに俺らの時代やろっていう感じが本当にあるんだろうな。さあもう一回いきましょう。いやスケちょっとなんか夢ありそうだよねこれ。やっぱりその厚掛けがすごいできそう。
このデッキはなんかスケな気がすんな、言えるなら。ババはちょっとね、テンポロスだし、ロケット押しもキングギドされてたし、あーごめん、これあれだ、ロスだ、やべ、逆さやめて。あーこれ守んないでいいや、もうどうせ守れないんで、守れないんでこれで攻めちゃう。もう全部いきます。スケープとかでしょ、何これ。あーなるほどね、相手も迷いというか、びっくりした、なんかメガナイズでも来んのかなって。一応なんかスケを添えてみたりとかしてね。オッケー、スケガと11交換もね、マジで熱いです。もう一生こっち側にスパーキー展開し続けて、あとはライトニングで削っていく。枯渇とかさえ引かなければこの時マジでちょっと強そうなんだよな。はい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 、まあスパーキー短期流しでいいかな。で後ろからゴブジャイ、一生こっちのターンでいくぞ。OK、 もう何がいたかそんな覚えてねえわ。なんかいたな、そういえばそいつ。てか強いな、アウトロー、アウトローに何もできやしやせんか。アウトローにマジ何もできないじゃん俺。ああチャーもいると、アウトロー何もできな、どうしよう。とりあえず守り、守りは大事。アウトローがやだな。来ました進化ナイト、いやあいつさこれやばいね、止めないと俺のスパーキーの攻撃すら持ってかれちまう。いやこのスケでなんか夢つかめねえか。アーチャーとか、このスケ何、いけ、わけ、あ、かわいそうな。ちょ待って、負けそうじゃん俺、どうやって攻めがいい。こうか、いやライトニング削ぎでもいいな。はいはいはい、雪玉がないかんね、これどうしようもないんですよ。いやー来るなーこれ、いっぱい攻められそうで嫌なんだけど、まあまあまあちょっと待ってよ、この3倍マジ考えよう。ユニット溜まった、え考えろ、ボーポイは来そう、ここやっぱ進化スキに対してのあれだね、あれはすごい警戒は。オッケー勝ったね俺、危ねえマジで。アウトローアーチャーはさすがにしょっぱかったね。
新加助をなんか刺しに行けるような感じでもなかったな、このデッキも。まあ、てな感じで、まあ、ゴブジャイ使ってったんだけど、まあ、体力がね、マジで高くて、めちゃ強いです、これ、本当に。めちゃ強いんで、ゴブジャイね、またちょっと研究していこうかなと思います。以上、お